海の果てまで行ったら帰りの元の世界があるんだよな。それはわからない。でも行ってみないとわからないままだ。イカダでどこまで行けると思う？さあな。ダメだったら別の方法を考えるさ。ねえ、リコは別の世界に行ったら何するの？空みたいに見れば満足？実はそんなに考えてない。ただ俺たちがどうしてここにいるのか知りたい。他に世界があるのならどうして俺たちはここでなくちゃダメだったんだろう。他に世界があるのならここは、そう、大きな世界の小さな欠片みたいなものだから。どうせ欠片だったらここではない別の欠片でも構わないわけだよな。わかんねえ。そういうことだ。じっと座っていても何もわからない。自分で動かないと何も変わらない。同じ景色しか見えないんだ。だから動くんだ。リクっていろんなこと考えてるんだね。カイリーのおかげさ。カイリーがこの島に来なかったら俺何も考えていなかったと思う。ありがとう、カイリー。なんだか照れるな。ソラ、お前これが欲しかったんだろ。パオプの実。その実を食べさせ合った二人は必ず結ばれる。どんなに離れていてもいつか必ず。試してみたかったんだろ。何？